リオハー、ヒイラギリオです。ご視聴ありがとうございます。ゆっくり知っていってね。 Thank you。 本日3月3日は任天堂スイッチの発売日です。ということで早速ゲットしたので開封していきたいと思います。パカー、おー、かわいい蛍光色だ。思ったより眩しい色をしています。そして予想以上にコントローラーが小さいです。かわいい、ワクワクする色だ新しいゲーム機みたいなんかすごい iPad みたいなの入ってる。このタブレットにコントローラー挿すってことだよね。すごい、これでゲーム機になる。面白い、なにこれ、超合体だね、超合体。押し心地もいい感じ、カチカチって。ここにヘッドホンさせるようになってるので持ち運んでね、電車とかでもできそう。ここにゲームのカートリッジを入れるみたいです。ちっちゃいね、カートリッジ。スイッチのゲームソフトちっちゃっ。箱の中にはテレビにつなぐケーブルと、あと、おー、すごい、ウィングがついてますね。これにあれか、この蛍光色のやつを差し込むんだね。へー、あ、なんかさ、ちょっとさ、64も思い出す。これなんか持ちやすいよね。いい感じです、かわいいですね。あー、すごいすごい、これあれだ、これ多分片手で遊ぶときにさ、飛んでかないようにさ、手にはめるやつだ。手につけて安全に遊べるってやつ。全部おしゃれじゃない？高まりよりよ。この機械にスイッチを差し込んでテレビに画面が映せるんだって。あとね、スリムハードポーチも購入したので試しに入れてみようと思います。よっ、おー、新車の匂いがする。ほう、ちゃんと画面のところにクッションもついてます。素晴らしい。これに入れれば簡単に持ち運びができますね。本日3月3日から発売された任天堂スイッチ、いっぱい遊びたいと思います。以上、ヒイラギリオでした。ご視聴ありがとうございました。バイバイよー。